ラハダトゥ建てこもりは、マレーシアのサバ州ラハダトゥで2013年2月11日に始まり、同年3月24日に完全に終了した、軍事紛争。実質的な武装行動からラハダトゥ進行とも呼ばれる。この紛争は武装化した過激派235人が、棒ーートでフィリピン南部タウイタウイ州のシムヌール島から、マレーシアのサバ州ラハダトゥ地区に到着した時に始まった。 スールー王国と北ボルネオの王立治安軍を自称する。この一団は、スールー王国のスルタン王位を主張する人物ジャマルル・キラム三世によって派遣された。キラム三世は、自分たちの目的が、サバ州東部に対するフィリピン未解決の領有権の主張だと述べた。マレーシアの治安部隊は、一団が集結したラハダトゥのタンデオ村を取り囲み、 数週間の交渉及び侵入者の撤退期限が過ぎた後にこの武装団を相当するための主要作戦を開始した。立てこもりの結末として武装団、約56人が殺され、民間人6名とマレーシア治安部隊員10名が犠牲となった。残りの武装団は逮捕されたりフィリピンに逃亡した。イギリスの北ボルネオ会社設立以前、サバはブルネオ王国と スールー王国それぞれのスルタンによる二重統治を受けていた。ただし、北ボルネオ全域にスルタンの支配が及んでいたわけではなく、川ごとにいる支配者が川の河口や沿岸部に影響力を持ち、彼らをスルタンが名目上支配するという形式だった。1878年、中香港をオーストリア領事のフェルベクト、イギリス人商人の伝統兄弟は、スールー王国のスルタンから、 北、ボルネオを一括で買い取った。だが、契約書にあった、パイックという単語の解釈が、両者の間で異なっており、オフェルベクラは、活情、スルタンは、咀嚼と解釈していた。また、毎年五千回強ドルの支払いについても、北ボルネオ会社側は、分割払いと考え、スルタンは、毎年の借料だと考えていた。この行き違いが、 サバ州の領有権問題につながることになった。2002年のリギタン島とシパダン島の主権に関する紛争の国際司法裁判所の判決に従って、スールー王国は1878年7月22日にあらゆる所有権の主権をスペインに有利な形で放棄したとマレーシアはみなしており、それゆえサバ州の主張に対するいかなる肩書きも失っているとみている。 1963年のマフィリンド会談時にスールー王国スルタンの末裔に対する支払い要求がフィリピン政府によって復活したことが判明している。当時のフィリピン政府はマレーシアの成立に問題はないとしながらもスールー王国のスルタンがマレーシア政府から5000の支払いを求めていると述べた。当時のマレーシア初代首相トゥンク・アブドゥルラーマンは クアラルンプールに戻って自分が要請に応じると発言した。それ以来、在フィリピンのマレーシア大使館は、その発言内容に従って、毎年5300リンギットの小切手を、スールー王国する単相族人の法律顧問に発行している。常実のように、マレーシアはその金額を、活上の年付支払いとみなす一方、スルタンの末裔はそれを、 咀嚼払いとみなしている。事件の背景にある、もう一つの要因は、スール王国の未解決な地位である。ラハダトゥのフィリピン人集団は、ジャマルル・キラム3世を、スール王国スルタンの代表だと主張している。しかしながら、スルタンとしての彼の地位は他にも数名の、主張者によって争われている。1936年に、 第32代スルタンのジャマルル・キラム2世が死去した、後、後継者で弟のムアリルワシと2世も即位直前で死去し、以後しばらくは第二次世界大戦と時期が重なったこともあり、複数の家系から複数のスルタンが建てられていた。WW2 終了後の1950年にはイスマイル・キラム1世が第33代スルタンとなったが、彼の死後は弟のブンジュンガン・キラムと、 息子のムハクッタキラムがそれぞれスルタンを名乗り、この二人の家系がそれぞれスルタンを継承するようになった。2013年にサバ州に派遣されたフィリピン人らが支持していたジャマルル・キラム3世はブン順ン,ガンキラムの息子であり、彼の次のスルタンだった。また、この二つの家系以外でもスルタンを名乗る人物は存在し、例として2011年にマレーシア国内で 第33代スルタンに即位したと発表したモハマド・アクジャン第31代スルタンの孫でマレーシア政府からスルタンの資産継承人として認められているロディノドがいるこのように事件当時スール王国のスルタンを名乗っていた人物はジャマリル・キラム三世だけではなくまたそもそもスール王国のスルタン自体フィリピン社会においてほとんど影響力を有していなかった 京都大学の山本は2012年10月にモロイスラム解放戦線がフィリピン政府と和平の枠組み合意を結び自治政府組織に向けて交渉を開始したことその直前の2012年9月頃にスールー王国のスルタンを名乗る人物が増えたことからスールー王国の末裔たちはミンなナオ島の将来に関わる和平や自治政府組織に参加できず苛立ちや危機感を覚え 自分たちも当事者として加わることを望んでいたのだと述べている。2012年10月7日にフィリピン大統領ベニグの秋の賛成によって発表されたフィリピン政府とモロイスラム解放戦線との間の和平協定の枠組み条件によってスールー王国スルタンの相続人たちは排除されていると感じた。これを受けて ジャマルル・キラム3世がスールー王座の正当継承者であると主張し2012年11月11日に文民と軍の代表団が北ボルネオの領有権を主張するべきだとの布告を出した彼は自分の弟でラジャー・ムダのアグビム・ムディン・キラムをその一団の指揮役に任命した数ヶ月後の二千十三年二月十一日フィリピン南部のたびたび州シムヌール島から アグビムリンキラムと少なくとも101人の支持者がサバ州ラハダトゥ地区のタンデオ村に到着した。デオにいた約80人が家屋から逃げ出した。マレーシア警察はラハダトゥからタンデオ村までの道路を封鎖し、武装集団はそこに包囲された。マレーシア警察の巡視船はまた付近の海域もパトロールした。同時にフィリピンの治安部隊が フィリピン南部からの入国を遮断した。フィリピンはこの状況を鎮静させる手助けとして、海軍船6隻をスールとたびたびの海域に配備した。追加のフィリピン海軍船が人道支援を行うべく、マレーシア海域のラハダテ沖に派遣された。2013年2月26日に、フィリピン大統領ベニグノアキの3世がジャマルル・キラム3世に対して、 サバ州にいる支持者の引き上げを要請している様子。この写真には法務長官のレイラ・デリマと内務自治長官のマヌエル・ロハス2世もいる。2013年2月26日、秋の大統領はキラム3世に支持者たちを呼び戻して、懸案事項に対処するため政府と話し合いを行うよう訴えた。マラカニアン宮殿で行われた記者会見で秋の大統領は、 キラム3世の支持者がサバ州に長く滞在するほど自分たちの生命に危険が及ぶだけでなくそこで暮らし働いている数千人のフィリピン人の生命をも危険にしていると述べた。キラム3世に向けて秋野はこの小さな一団があなたの沸満の対処に成功することはなくその兵力ではあなたの目標を達成できる方法がないとあなたは明言するべきだと語りかけた。 秋野はまた、フィリピン市民として彼が、フィリピン憲法及び、同法律に縛られていることを彼に思い出させようと、した。大統領は、国家政策の手段として、戦争を放棄することに関する憲法規定及び、戦争を誘発したり戦争への機会を提供する、人物を罰するという改正刑法第118条を、引用し、キラム3世と、その支持者や協力者による、 法律違反の調査を命じたと述べた。彼は、サバ州東部での東国の領土紛争に対処するための対話は、立てこもりに関与する人々が即座に祈祷した後なら、手配が可能だと述べた。秋の大統領の声明は、キラム3世にサバ州の立てこもりを終えるよう要請したフランシス・パンギリナン上院議員にも支持された。声明で彼は次のように語った。 この立てこもりはフィリピン政府が決定的に行動してフィリピン人の一般的な便益を保護するために必要なことをしなければならないという重要なポイントに達しました。キラムは実質的にはマレーシアに宣戦線復刻しています。武力で他国を獲得することが断じてフィリピンの政策になかったことを彼は理解せねばなりません。サバ州に対するスーリーの正当な主張とは 無関係に武装振興が友好的な解決につながる可能性はほとんどないでしょう。これは我々が南部の兄弟たちと共に永続的な平和を達成しようと非常に密接な時期に起きています。マレーシアはフィリピン政府とミンダナオの兄弟ムスリムとの交渉仲介において重要な役割を果たしているのです。一人の人物の気まぐれのために 我が国とマレーシアの間が不安になるわけにはいかないのです。フィリピン上院議員、フランシス・パンギリナン逮捕の警告にもかかわらず、キラム3世は挑発的態度を続け、自分の部下は我々の当局と大統領による再編が行われるまで、そして関係当事者たちにより署名された合意文書に従って再編がなされるまで本拠地に戻ることはないと発言した。 彼は電話越しにアグビムリンと最新の会話を交わし、そこで弟が自分に伝えたことはマレーシア政府による封鎖の結果として食物をほとんど入手できないとはいえ、自分たち支持者はサバ州にとどまる決心を固くしているとのことだった。74歳のスルタンはフィリピン政府が自分と我が一族のメンバーに対して訴訟を起こした場合、 自分は投獄される準備ができていると語った。彼は憲法に対する自分の違反が何なのか理解できないと語り、自分は常にそれを尊重しているし、故郷に帰ることは犯罪ではないと発言した。キラム3世はまたテーブルに座って外交的に主張の問題を解決することをマレーシアに要求し、ウィンウィンになる解決策を考え出す必要性を強調した。 彼は自分と部下が暴動を起こすことはないだろうしかし我々の生命と理想を守る準備はできていると繰り返しサバ州の問題は外交的な方法で脅威なしに平和的に解決できると語った。キラム3世の娘シッティジャセルは自分の父親の支持者たちは戦争をするためにラハダトゥにいるのではなく祖先の領土と呼ばれるものに平和的に住むためだと述べた。 彼らに具体的な解決策が与えられない限り、彼らは去らないだろうと彼女は付け加えた。彼女はまた、フィリピン政府からの明白な支援欠如に失望を表明し、マニラは外交関係とその構成員の便益とでバランスを取る必要があると付け加えた。フィリピンの外務長官が、マレーシアの外務大臣及び防衛大臣と会談し、 事件の解決方法について平和的に議論している様子。マレーシア警察の副長官、ハリド・アブ・バカールは国民に心配しないよう伝え、立てこもりがなるべく早く解決されることを受け負った。彼はこの事件が国家安全保障の問題として扱われていると付け加えた。彼はまた、キラム賛成側の一団との交渉が進行中か、田舎についてはコメントを控えた。 2013年3月7日、マレーシア外務省は、マレーシア治安要員の殺害で残された残虐行為と残忍行為があったことでキラむ賛成の部隊をテロリスト集団とみなす声明を発表した。この札付けにはフィリピン外務省のアルバート・デル・ロザリオ大臣の同意があったと付け加えられた。しかし、これは在マレーシアのフィリピン大使、ホセイド・アルド・マラヤによって否定され、 マレーシア警官殺人の実行犯がテロ行為を犯したことにデルロサリオが同意したことが明らかにされた。攻撃の時系列3月1日3月3日3月5日3月11日3月24日6月29日いずれの時刻も協定世界時パーム油のプランテーションで銃撃戦が行われた場所の一つ。現在この場所は マレーシア陸軍の管制局に変貌した。ラハドダトゥからサルヨウ一団に与えた、マレーシアの延長期限が過ぎて3日後の2013年3月1日午前10時15分、頃、スルタン軍とマレーシア警察の間で衝突が起こり、銃撃戦が行われた。キラムの広報官、アブラハム・イジラーニによると、コゼリアイの結果、自分たちの部隊のメンバー10人が死亡して、 さらに4人が負傷した。マレーシア警察官にも死傷者2人がいた。アークビムリン・キラムとその部下が滞在していた家のオーナーも銃撃戦のやり取りで殺された。マレーシアの内務大臣ヒシャムリン・フセインは、キラムの部下が発砲したと主張し、治安部隊が報復したことを否定した。在フィリピンのマレーシア大使館からの当初の報告は、銃撃で死者はいなかったと伝えていた。 モハマドザムリビンモハマドカシム大使はフィリピンの外務長官アルバートデルロサリオに立てこもりが終わったことと吸収後に王立軍メンバー10人がマレーシア当局に降伏したことを伝えた彼はキラム一団のメンバーが脱出して海に向かって逃走したと付け加え彼らへの追撃を実施すると語った銃撃事件の後イジラーにはメンバーの誰一人として マレーシアの高速下にいないと返答した。彼はまた警察との衝突後に自分たちの部隊が海に逃亡したことも否定。彼はスルタンとマレーシア及びフィリピン政府との間で到達できる具体的な了承または合意があるまで立てこもりは終わらないと語った。この事件で誰も負傷していないとマレーシア当局が主張したときイジラーには彼らが 真実を隠したがっていると主張した。また彼は、マレーシア政府に攻撃を止めるよう訴え、キラムの部下は主にボロとナイフで武装しており、銃を持っているのは少数であると述べた。彼はまた、マレーシア警察の狙撃手が、自分たちの一団を標的にしていると主張した。スルタンが現在この問題を、イスラム協力機構と、 国際連合人権委員会に提起することを検討していると彼は付け加えた。彼はまた、部下達が戦闘を続けるために別の場所に移動したと発言し、マレーシアに会談を行うよう要請した。一方、サバ州警察本部長、ハムザタイブは、キラムの支持者から、マレーシア当局に降伏した者は誰もいないと述べた。彼は、キラムの一団から男性十二人が、 マレーシアの治安部隊によって貼られた警戒非常線を突破しようとした時に殺されたと付け加えた。自衛による報復を余儀なくされる前にフィリピン人がマレーシア警察に発砲したので結果的に銃撃戦になったとハムザは主張した。この集団からは M16 自動小銃、ピストル、SLR ライフルを含む様々な武器と弾薬が見つかったと彼は発言した。 ハムザはまた武装集団が自ら敗走して海に逃げたという海外通信社からの報道を否定した。アグビムリンの一団はまだ単独におり、この選挙を平和的に解決したいので警戒非常線が維持されていると彼は語った。マレーシアのナジブラザク首相は後に陸軍特殊部隊から二人の警察官が銃撃で殉職したことを確認した。サバ州警察長官は キラ無支持者のうち12人が死亡したと別の声明で語った。ナジブはこの一団に対していかなる行動をも実行する権限をマレーシアの治安部隊に与えたと述べた。ナジブはスルタンの部隊に対して情報は一切しないつもりであり、彼らは降伏するか結果に直面することになると付け加えた。2013年3月2日。 マレーシア王立警察の監察長官、イスマイル・オマールによると、ラハドダトゥ地区とセンポルナ地区の間にあるクナック付近で武装した男性10人グループが発見された。これら男性のうち3人は、スルタン軍が着用するのと同じ軍事作業服であると、彼は語った。武装したスルタン支持者が現在いると考えられる地域で、マレーシア政府は、 王立マレー連隊の部隊員の配備を含め、警察と陸軍士官の数を倍増するようになった。2013年3月3日6時30分頃、スールー王国から来たと主張する10人未満と、オボ式武装勢力が、サバ州、センポルナ海岸の村を、監視活動中の警察を待ち伏せ襲撃した。ブキットアマン特別支部長と隊員4人が、この行動で殺害された。午前9時。 襲撃者に囲まれて警察隊が村に閉じ込められたままであることが判明した。その支部長は、センポルナ地区のカンポンスリジャヤシミヌルに武装団がいたという内通情報が入った後、その村で調査を行うように命じられて、センポルナ地区警察本部から約30人の警官を率いていた。センポルナでの作戦は、その村に銃器の隠匿場所があるとの情報報告と、 もともと、フィリピン南部出身で、そこに住んでいると、オボ式村人の特定グループによる放棄が起きているとの通報を受けて、土曜日の午後4時に開始された。作戦中の約3時間、この村で警官たちは発砲されたので応戦した。報道されたところでは、支部長は、待ち伏せ中に最初に襲撃されて殺された。この待ち伏せでは、武装集団側も二人死亡した。 キラム3世の事務局長イジラーには、マレーシアの警官が正式書類のないフィリピン人を一斉検挙するふりをして、イマームと彼の息子4人を撃った時に暴動が始まったと述べた。別のイマームが主張するところでは、自分たちが地域のスルタンの親類を保護していることをマレーシア当局が知った時に銃撃されたという。その後の警察の調査と村長ラムリー・サラマンとの面談で、 センポルナのカンポンシムヌル地区は住民に紛れ込んだスールーの侵入者たちに潜入されていたことが判明し、うち一名は公認がなかったにもかかわらずイマームとみなされていたことも分かった。その侵入者たちがラハドダツ警察署を攻撃する計画を立てていることが事前に報告され、ラハドダツとタワウの警察総方の特別捜査課が現場に配備されたことが報道された。 襲撃戦では合計23人の警察官が行方不明になったことが発表された。拘束されている間、警官4人が拷問されて、うち1人が斬首されるなど遺体が切り刻まれ、マレーシア当局によると後にその遺体を発見した。センポルナで合計6人のマレーシア警官と襲撃者7人が殺されたとの報道が出た。襲撃者のうち6人は、 マレーシア警察の待ち伏せにおいて射殺され、もう一人は人質を取ろうとした後に村人たちによって袋叩きにされて死亡したとサバ州の警察庁は語った。米国製の会 A-18 は本作戦中にマレーシア空軍が使用したジェット戦闘機の一つ。サバ東部の治安強化のため紛争地域付近の町ではウロバ・ムタクなどマレーシア陸軍の装甲車が 追加派遣されて5ヶ月後にも存在した。2013年3月5日、マレーシア王立空軍のジェット戦闘機械、A、A-18 ホーネットと BAE ホークが、キラ無指自者たちの隠れ家を爆撃したと報じられた。ラハダトゥでは、絶え間なく爆発が響き渡り、応戦していたと伝えられる武装団を、警察や軍隊及び特殊部隊が攻撃した。 クアラルンプールの決起集会で、ナジブ首相は、我々は、マレーシア空軍のジェット戦闘機による空爆を開始し、それに迫撃砲の攻撃が続きました。そして、私が話しているように、軍と警察は後に続く、他のメンバーと共に、国家の主権を侵害したグループを逮捕して、壊滅するための行動をとっていますと発言した。観察庁。 イスマイル・リョーマール及び他の警察筋によると、軍隊と警察は、ダウラト作戦という暗号名の相当作戦を開始した。反属のリーダーであるワグビムディン・キラム及び数名の側近は、カンプン分担領周辺の警戒非常線を何とか脱出したと信じられていた。これら男性の捜索は、マレーシア警察と陸軍機動部隊の共同で、 農地やプランテーション周辺にて実施された。マレーシア軍は、フェルダサ・ハーバットで、キラ無支持者の疑いがある遺体13体を回収した。マレーシア国防省のザヒド・ハミディは、この死亡がセンポルナでの攻撃なのかラハダトゥでのものなのか確信が持てなかった。2013年3月9日、マレーシア内務大臣のヒシャムッティン・フセインは、スールーの武装勢力を一掃することを目的とした。 ダウラト作戦は武装勢力が無条件降伏しなかったため侵入者がサバ州に残っていない場合にのみ終了すると述べた。マレーシアの治安部隊は作戦地域周辺で厳しい警戒非常線を維持しマイカットなどの書面を持たない者はさらなる調査のために拘留された。マレーシアの士官たちが戦死した同僚に向けて敬礼を行っている様子。 スバン空軍基地にて1週間の砲撃と銃撃戦を経て戦闘が終了すると同村から22人のスールー武装集団の遺体が治安部隊によって回収され3月11日にタンデュー村はマレーシア治安部隊によって保護されていると宣言された一方治安部隊は銃撃戦でマレーシア陸軍兵士が死亡した近隣の村を相当する最終段階に従事した 三人のスールー側ブ相談と共に民間人も一人死亡した。これとは別に兵士が一名、ラハドダトゥの町から向かう、途中のフェルダ・サハバト地域にて交通事故で死亡した。この兵士は陸軍兵団部隊の一部だと考えられている。3月24日に衝突は終了し、ダウラト作戦は6月29日にサバ州東部治安司令部に置き換えられた。 サバ州の市長ムーサーマンは、現在は、アスコムがダウラと作戦地域における治安協定を実施しており、同作戦遂行についての責任を担っている、と述べた。この区域では、下北部からタワウ南東部にかけて、すべての作戦行動が展開されており、サバ州東部の海洋国境外からなる脅威からも、安全であることを保障している。2013年3月3日、 グローブテレコムのウェブサイトがマラナ細部 3R4 未から来たと主張するハッカーたちにより改ざんされた。同グループは我々の国に侵入するな。さもないとお前たちは今後の結末に苦しむことになるとのメッセージを残した。グローブテレコムは自社サイトがハッキングを受けたことを確認したが機密情報が盗まれていないことを公に保証した。 このウェブサイトは同日正午頃に復元された。明白な報復として、ハッカーたちは自分たちをアノニマスフィリピンからだと明かして、マレーシアのいくつかのウェブサイトを攻撃した。彼らは、我々のサイバー空間への攻撃を中止しろ。さもないと我々は、お前たちのサイバー世界を攻撃するぞ。とマレーシアに警告した。マレーシアにある。 スタンフォード大学のウェブサイトもハッキングされ、そのトップページは、本当は、我々のものを脱回する時が来た。サバ州はフィリピンに所有されており、お前たちは違法にそれを主張しているとの文面に差し替えられた。2013年3月4日、単語、サバーに対する Google 検索が領土という、ウィキペディア記事のキャッシュ版を反映していた。そこでは、マレーシア国家の支配は、 非合法であり、事実として、サバ州は、ツール王国スルタンの一部であるとなっていた。Google マレーシアの広報担当はこの問題について、すでに通知を受けていると語った。2013年3月5日、約20人のフィリピン人がマカティにある、マレーシア大使館の前で抗議を行った。彼らは、サバ州での暴力の集結を呼びかけ、キラムの動機に指示を表明した者も数名いた。 少なくとも50人の警官と消防車がこの地域に配備された。抗議の結果として、マレーシア大使館は後に大使館運営を一時中断した。マレーシア首相のナジブラザクは来る第13回総選挙で与党の拠点となることで知られるこの州を不安定にさせる事件にもしや彼が関わっているのではと野党指導者のアンワルイブラヒムを調査しようとした。これは フィリピンのメディアがこの信仰にアンワールが関与している可能性があると報道して野党指導者とモロー民族解放戦線のぬるみすわりが一緒に写っている証拠画像がインターネット上に出回り始めたことが発端だった。これを受けるやアンワルはこの信仰と自分を結びつけようとしたとして政府所有の新聞うつさん、マレーシア氏とテレビ局 TV さんに対する 法的手続きを開始した。一方、マレーシア人民正義党の副党首ティアンチュアは、与党の統一マレー国民組織が、連立与党を支持するようサバ州の人々を惑わせ、怖がらせる目的の陰謀として、危機感を意図的に演出したものだと主張した。ティアンチュアが作った主張は、マレーシア世論からの抗議で溢れた。世間一般及び多くの政治家議員の重鎮から、 両政党がこの問題を解決するために、前例の内調党派の連携を構築するべきだとする、様々な呼びかけが起こった。2013年議員総選挙の前夜、野党出馬のフィリピン上院議員候補者は、きらむけに不明瞭なメッセージを送ったとして、大統領のベニグの秋の賛成を非難した。彼らはまた、国民の信頼を裏切ったことを理由に、 大統領秋の賛成が弾劾にかけられる恐れがあると発言した。一方、秋の大統領自身は前グロリアーロヨ政権の関係者を現在の紛争の陰謀者として非難した。陰謀疑惑への証拠不足のため秋野は名前を挙げなかったが、キラムの娘ジャセルはそうした疑惑を証明してみなさいと秋野を挑発した。元国家安全保障顧問のノルベルト・ゴンザレスは 自分は秋野から暗に指摘された人物であることを否定した。ジャマルルキラム3世は2007年の上院議員選挙にて、アロヨの正当化で上院議員に立候補するも落選した。2013年3月5日、エアアジアの旅客機がサバ州にマレーシア軍を輸送する目的で再編された。この動きがマレーシアに拠点を置く航空会社の愛国心なのか否か、あるいは 軍の資源欠如が露見したか否かについて、ネット上での討論が後に起こった。政府が独自艦隊の C-130 ハーキュリーズ輸送機を動員する代わりに、なぜ民間航空会社に支援を要請したのか一部のマレーシア人は不思議に思ったものの、他の人たちは軍隊を支援したエアアジアの取り組みを、称賛した。これは、軍隊の機能不全の一端ではなく、 エアアジアの Z 旅客機の活用が好都合だったのだと、する国防省の説明が出たにもかかわらず生じた。マレーシア国防省のザヒド・ファミリは、C-130 ハーキュリーズ輸送機は1機で、最大90人の兵士だけを輸送可能だが、エアアジアの旅客機は1機で、最大200人の兵士を輸送できると指摘した。様々なネット住民からも繰り返し言われたことだが、 民間ジェット旅客機を借り受けることは NATO を含めたの国々でも一般的な観光であるという事実をマレーシア国防省は指摘した。2013年3月8日、マレーシア人はクアラルンプールにあるフィリピン大使館の外で集会を開いた。お花作戦と呼ばれるこのイベントはマレーシア在住のフィリピン人に向けてマレーシア国民の結束を示すものとして 大使館の玄関口に花を置くことを参加者に勧めた。主催者はまた、この紛争で死亡した、マレーシアの治安部隊員に祈りを捧げるよう人々に促した。参加者たちはこのイベント中に、ツイッターのハッシュタグアップスバンガを使用した。2013年3月10日、キラム賛成支持者の容疑における検挙弾圧の一環として、マレーシア警官によって実行された警察の番号が、 報道され、サバ州からスール州へのフィリピン人大量を移民を引き起こした。ある避難民は、マレーシア警察が身分証の有無に関係なく多くのフィリピン民間人を射殺し、その他体制の人々を交流したと語った。また、交流された人々は適切な治療を受けられなかったとも語った。外務省はまだ、マレーシア政府から正式な声明を受け取っていない。 マレーシア王立警察職員はこの訴えを否定した。警察の蛮行に対する MNLF の反応サバ州で虐待されたフィリピン人の救助任務に向けて、モロ民族解放戦線の一部隊員がスールー州ホロで訓練を受けているとニュース後のスクープ報道が知らせた。元、MNLF の指導者ヌル、ミスアリはこれらの MNLF 隊員が スールー王国の王室治安部隊のメンバーではなく、同盟関係にもないと認めた。しかし、スールー州知事アブドゥサクルタンは、ヌルミスアリの指揮下で、MNLF の戦闘員がサバに向かっているという、いかなる報道も否定し、1000人の MNL 海戦闘員がこの州に潜入できることも、否定した。また、MNLF 議長、ムスリミンセマによると、1963年に、 マレーシアに併合したサバ州の決定を彼らは尊重している。彼はまた1973年にサバ州を訪れて、同州の市民が楽しんでいる喜びを目撃したと述べ、自分にもこの州に多くの親類がいることを付け加えた。ダウラト作戦が開始されて以降、443人が様々な罪状で逮捕され、国内治安法を引き継いだ形となる2012年の 治安犯罪法に基づき121人が逮捕された。ソズマに基づき逮捕された総数は後に104人に減るが、その大半は、ジャマルル・キラム3世と関係があると疑われた、フィリピン人だった。これには、偽名の身分証を使って、サバ州に入った、キラム3世の家族が数名含まれていた。スールーの武装集団149人も逮捕され、国王に対して、 戦争を仕掛けたことで、マレーシアでは死刑に処される、刑法第121条に基づき8人が起訴された。2013年8月6日、小滝ナバル高等裁判所は、2013年1月から3月に、かけて、ラハドダトゥでのスールー武装集団の不法侵入に、関する情報を、意図的に留保していたとの理由で、マレーシア特務支部の職員発散アリバサリ号調に、 有罪判決を出した。マレーシア特務支部は、同国の主要な国内治安と国内情報収集を行う機関である。情報を上司に知らせずにいたハッサンの意向が結果として、マレーシア側に死傷者をもたらしたという検察の主張が認められた。ハッサンには治安犯罪法が読み上げられ、刑法第130条に基づく最大刑期の懲役7年が宣告された。 2013年の紛争中に殺された武装団に関してフィリピンの親族から遺体が主張されない場合はジュネーブ条約の人道的検知に基づいて同州に埋葬される予定だとマレーシア当局は発表した。2013年10月20日、一団の主要な指導者であるジャマルル・キラム・三世がフィリピンのタビタビ州シムヌルで多臓器不全により死亡した。彼の家族は サバ州を取り戻すという主要目的を継続するつもりだと述べた。サバ州のマレーシア王立警察は不法侵入に対しては引き続き警戒を続けると述べて対応した。2015年1月13日、コジャマルル・キラム3世の指示の元一団をサバ州侵略に導いたアグビムディン・キラムはマレーシア治安部隊から逃れて陰遁していたタウタウで心不全により死亡した。 アックビムリンの所在は、彼の死が発表されるまでわからなかった。ケパヤンにある刑務所2014年1月6日、国王に対する戦争、テロリストの擁立、テロリスト集団のメンバー育成、及びテロリストの募集などで、個人30名が起訴され、裁判にかけられた。すべての手続きは、ケパヤンの小滝ナバル中央刑務所で始まり、そこで告訴状が読み上げられた。 起訴された人々の中には、ジャマルル・キラム3世の老い、ラト・アミール・バハール・フシン・キラムがおり、彼は、誕生で部下を見捨てて、センポルナ周辺の沼地に隠れているところを、マレーシア治安部隊により逮捕された。コタキナバルにある高等裁判所2016年2月5日、コタキナバルの高等裁判所では30人中19人が、弁護を開始するよう命じられた。検察が、 被告19名に対する一連の証拠を示すことに成功したとステファンチャン判事は判断して判決を下した。フィリピン人16人のうちキラム3世の老いを含む9名には死刑となる犯罪である国王への戦争行為罪が読み上げられた。6名のフィリピン人とマレーシア男性1名はテロリスト集団のメンバーになったことで起訴され有罪となった場合は 懲役20年ないし罰金、またはその両方が課せられる。残る1名のフィリピン人は、テロリスト集団のメンバーだと知っていた個人を、かくまっていた件についても弁護を行うよう命じられた。地元男性1名とフィリピン人1名は、戦争行為やテロリスト集団のメンバーに関しては、無罪となったが、後に、テロリスト集団への勧誘、または、支援を行った罪で起訴され、 彼らはこれに対して無罪を訴えていた。彼らがテロリスト集団への勧誘ないし支援を行っていたという証拠を検察が示したとチャンハンジが判断したことで新たな判決が出された。もう一人のマレーシア人はテロリスト集団への勧誘支援を行った罪で起訴された。2016年2月23日、6人のフィリピン人が この不法侵入に関与したテロリスト集団のメンバーだったと罪を認めた。残る3人もまた罪を認めた。4月23日、フィリピン人の被告1名が全速発作によりクイーン・エリザベス病院で死去した。同被告は本裁判中ずっと病気であったと報告された。2016年7月25日、裁判所は この不法侵入を主導したキラム3世のおいを含む9人のフィリピン過激派に対して有罪判決を下した。しかし裁判所より彼ら全員が死刑を免除されて代わりに終身刑が与えられた。これは不法侵入中に起こった小衝突に彼ら全員が直接関与していたという証拠を裁判所が見出せず治安部隊のメンバーを冷徹に殺害したり、 誰かを負傷させたりした証拠もなかったためである。その他有罪判決を受けたのは、現地住民を含め合計13人となった。2017年6月8日、有罪判決を受けた9人について国王に対する、戦争行為を理由に、終身刑の判決をやり直す。要検察官による上告がされた後、マレーシア上訴裁判所は9人に、この侵攻への関与を理由に死刑を宣告する。 決定を下した。同裁判所の裁判官は男たちが最新の注意を払って進行計画を実行したとして次のように語った。被告人らは国境を越える陰謀の一部を企ててサバ州を脱回できる洋子の国内を弱体化させる目的でマレーシア及びまたは国王に対して戦争を仕掛け他国との外交関係に影響を与えた。 国外の敵によるこうした無慈悲な攻撃はマレーシアでは前例のないものだった。以上の理由により私たちは本上国を認め高等裁判所より被告人らに課された判決を吐き代わりに被告人それぞれに対して死刑を宣告する。2014年にマレーシア陸軍駐屯地検本部に変貌した後のカンポン本単独への入り口数十年にわたって マレーシアに不法居住していた何千人ものフィリピン人がこの紛争を受けて実施された治安関連の取締りで国外追放された。これらの一部は家族を置き去りにしての退去を余儀なくされた。2013年1月から11月の間に合計9000人のフィリピン人がサバ州から送還され、2014年にはその数が2万6000人超に増加した。 その後も居残った海外フィリピン人の多くが差別に直面した。彼らはまたマレーシアの警察官が主に先住民族のボルネオ人であったため、特に地元のボルネオ部族から報復されうる標的になった。2014年4月22日、サバ州にいるスルク人を管理する権力を与えられたと主張するラハダトゥ在住の57歳の男性が自宅で スールー王国の旗を掲揚したことで逮捕された。6月25日、警察官を含む6人のスールー国テロリストの容疑者がクナックで逮捕され、メンバー賞やスールー王国スルタンによる任命状、スルタン王国に関連するいくつかの文書と武器が彼らから押収された。後に、警察官である容疑者の一人がフィリピン南部で家族の絆を設けていることが明らかとなった。 これらの容疑者たちは、報道によると、テロリストの軍隊を改革する計画を立てていたとされ、別の不法侵入開始を計画しており、サバ東部での最近の誘拐事件とつながりがあるかもしれないという。7月22日に不法移民のフィリピン人を含む3名が、自称スるルー国スルタンのために、サバ州を主張する勧誘に参加したことで拘束された。 この三人は自分たちの理念に加担する新メンバーを募集していたと考えられている。2014年10月30日、スールーブ相談のメンバーであると確認された二人の男性がペナンパンで警察に射殺された。容疑者2名は自分たちの活動に向けた資金を集めるため応答に及んでおり、自分たちの戦いに参加してくれる新メンバーを募集しようとしていた。 2015年5月6日、首相府のシャヒダンカシム大臣は、一部の地元住民が、フィリピンの不法移民と一緒になって、ラハダトゥの侵略及びその他の拉致事件の際に情報を、侵入者に提供していると述べた。彼の言葉を引用すると次の通り。サバ州の東海岸にいる、現地住民の多くはもともと、フィリピン出身であり、したがって、そこの相手と家族であったり、 経済的なつながりがあった。このは、アスコムとエスソンが設立される、以前のサバ州東海岸における不法入国、拉致、越境犯罪に関与している。対策として、ここは、私たちが一緒に暮らしていく私たちの国であり、子供たちが勉強していく場で彼らの未来がある、場所であるということ、そして、国を守るための努力は、 集合的な努力であることも付け加えて、私たちは前日のことを彼らの思考に浸透させようとしています。2013年のキラム参戦による攻撃は、特にサバ州から物資の大半が来るたびたびのフィリピン側との貿易関係に影響を及ぼした。そのため2015年に過度な活動の禁止がマレーシア警察により提案された。 これは自分たちの地域に影響を及ぼすとして、フィリピンの相手側に強く反対された。この禁止は、サバの地元住民から多数の支持を得て2016年に実施された。しかしながら、フィリピン側からの治安執行の増加を受けて、1年後の2017年に撤廃された。物々交換の貿易活動が復活したにも、かかわらず、サバ州は2013年の進行以後、 安全保障上の問題のためフィリピンとの貿易に常に注意を払っていると主張している。2015年11月9日、マレーシア人民正義党の事実上の指導者の娘、ヌルイザ・アンワルがリリースアンワルイミティエットリーのポスターを持って、ジャセル・キラムとの自撮り写真を撮り、ジャセルのフェイスブックアカウントから見られるようにした際、この進行の背後にいる。 マレーシア野党の一つに対する政治的動機の主張が強固なものになった。仮に父親が何とか解放されてマレーシア政府を出し抜いた場合、彼女はキラム一家にサバ州を与えるためジャセルキラムに協力したことになるとの一般市民からの批判に反論して自分はティアンチュアともに PKR 代表団の一部として フィリピンの様々な利害関係者と会うためフィリピン側の取引相手に招待されたのだといざは強調し、バッタンガス州の元知事で会議員のエルミランド・マンダナスやレジーナ・レース女性議員など、ジャセル以外のフィリピン人政治家とも会談したことを付け加えた。彼女はまた、フィリピン南部での平和交渉におけるマレーシア政府のイニシアチブに対する指示及び、マレーシア連邦の一部として、 サバ州の主権を守ることを強調し、それ以外のいかなる示唆も単にそやで根拠のない悪意を込めた主張だと語った。しかし、彼女の意図はいまだにサバ州現地の様々な政治家から疑問視されており、あるサバ州政治家と暮らす現地住民は次のように語った。マレーシアの議員として彼女がマレーシア人とサバ州の住民現地住民を置気にかけているのなら、 我々はそれを歓迎します。しかし、会談でより深い何かがあるのなら、彼女にはそれを説明してほしいと我々は考えており、それは議会に持ち込まれるべきでしょう。マレーシア政府は、その後いざを議会に召喚し、両国間の取引という形で国家主権を損なわせる何だかの密かな計略があるのではと調査している。彼女は、その後、 関連した州の住民双方の命を奪った問題に敏感さを示さなかったため、サバ州及び近隣のサラワク州への立ち入りを禁じられた。2015年11月22日、ジャセルとの協調を非難したのは名誉毀損にあたるとして、いざはマレーシアの警部監察、ハリド・アブ・ベーカーと農村開発省のイスマイル・サブリ・ヤーコブ大臣に対して訴訟を起こした。 2018年4月18日、イザは、この裁判に勝ち、両名は、彼女の評判を貶めた、全損害に対して、総額100万倫義をイザに支払うよう命じられている。2016年1月4日、士官2人が率いる15人の、マレーシア警察汎用作戦部隊が、M14 ライフル2丁、ウージー短期艦重1丁、コルト45後継拳銃3丁、 リボルバー11丁、手錠一組、様々な口径の銃弾173発がある武器、貯蔵庫をラハダトゥで発見した。これは、同地域で部隊が作戦を遂行していた時に、現地村民からの密告を受けて判明した。この武器は、生き延びたスールーブ相談が海を渡って、フィリピンに戻る前に埋めていったと考えられている。2017年8月11日、 マレーシア軍は、コタキナバルのムルデカ広場で、ダウラと2013年2月戦闘名誉パレード及び表彰式を開催し、この進攻に立ち向かう作戦中に任務で死亡した兵士を称えた。この賞は、困難な課題に直面した時の真面目さ、効率性、忍耐力を考慮して作戦に関わった24チームに授与された。ヒシャムッティン・フセイン国防省は、 作戦に直接関与したマレーシア軍の士官及び要員61人に国家主権メダル勲章を授与した。ありがとうございます。